記憶力しっかり。いかがわしき屋敷、いかがわしき。俺は半端な下っ端、世界に居場所はここだけ。なんか悲しい自己紹介だな。ね。おいしいよ。3匹も持ってやがる。ズバッと。まあ1匹1匹はだいぶ弱いんやろうね。いっけカビゴン。Z 技で。さあ来い。本気を出す攻撃。Z パワーを体にまとった。はい、全力の Z 技。いくよー。キラーン。本気を出す攻撃。猛ダッシュ、猛ダッシュ。ドーン。ヘプチ。相手のズバットは倒れた。お、アシュレーヌがレベル56に上がった。やったね。ゴース。いや、このまんまで行くよ。10万馬力で。う、なんだって。あのタイミングで。ほい、それじゃあ10万馬力。あー、やべえ、やばくはないか。あー、効かない。ということはだよ、ベトベター。いや、ウィンディ行こう。カビゴ戻って、いっけウィンディ。おいし、それじゃあ噛み砕くは多分ダメやと思うよね。ってことで火炎放射。いいね、火炎放射。おーし、空いてるゴースは倒れた。一発やん。お、野党森。いや、このままでいいよ。でも、相手も炎タイプやった気がするけん、微妙やけど。まあ、とりあえず、火炎放射で行こう。ウェンディ、火炎放射。おーし、オッケー。もうちょっとレベルが上がりそう？半端な俺にふさわしい、半端な俺にふさわしい結末だ。ジ・エンド。ジ・エンドじゃないよ。なんか動きよった今。びっくりした。何が動きよったんかと思った。招かれざるお客様、招待状はお持ちかい？いや、そんなものは持ってないけど、招待状とかあるの、むしろ。スカルダンの下っ端、来い来い。2匹のポケモンか。おう、コソクムシ。これは、プチッといけるかな。さあ、のしかかり。グソクムシってなんか聞いたことある気がするんやけど、気のせいかな。グソクムシ、グソクムシってなんかおるよね。まあ、この中のはコソクムシやけど。ピカチュウがレベル57。ポケモンはそのままで。グソクムシが実際におる虫で、コソクムシがポケモンの中ってことかな。わからねえ。
おし、それじゃあカビゴン噛み砕く。おし、いいよ、効果は抜群だ。2匹だけやったやろ、オッケー。今の攻撃、招待状の代わりかよ。いや別にそんなつもりではないけど、代わりになるのならさせていただくけど。の、来なければよかったと後悔するぜ、きっと多分。なぜなら招待状代わりに3つの合言葉が必要だ。さらに合言葉を書いたメモを屋敷でなくし、ん?屋敷でなくしたからな。何それ、自慢じゃないよ。全く自慢じゃないよ。こっちはいけないの?お客人、グズマ様にお会いするなら3つの合言葉をどうぞ。ナイス。いいね、透かしてやがる。へへ、なんか軽くディスられたんですけど。ん?ここ入れるの?おお。リクシャン何しようかと思った一瞬。おお、なんかここに道具が。ふん、客室を覗くとはいい趣味だぜ。悪趣味だな。てか、ここに落ちとった道具さ、ちょっと若干でかくなかった?でも拾えそうな感じだったよね。拾っておこう。さあ、来い。いっけ、カビゴン。本当はウェンディがいいかなーっていう感じやけど。まあ、ここは、のしかかりぐらいでいけるでしょう。よし、オッケー。相手の狩り切りは倒れた。スカルダンの下っ端との勝負に勝った。あんたのポケモン、いい趣味してるぜ。ありがとう。どういうことかいまいちわからんけど。趣味がいいってどういうことだ?都会的とかそういうことか?都会的なポケモンってなんだ?知らねえよ。あゆのはブロムヘキシンを見つけた。おう、なんか懐かしいね。んで、こっち側も入れる?入れた。お、ノー!あんたさ、着てるの私のスカルタンクトップじゃね?道理で匂う。でも同じデザインだし。匂うとか。匂うわけないし、いい香りだし。てか名前書いときなよ。だって私ら呼び名みんな下っ端じゃん?書く意味ある?顔も一緒やしね。ちょっと、可愛い子に恥ずかしい話聞かれてるし、ちょっと閉めちゃうし。え?てか可愛いって言ってくれた、ありがとう。なんか普通に喧嘩みたいなの見れちゃったよ。一人ずつか。別に二人まとめてかかってきてくれてもよかったんやけどね。おう、またしてもこらった。やっぱり女の子人気が高いんかね。一系カビゴン。さあ行くよ。のしかかり。おー、やべえ。急所に当たった。けど君自分も反動を。のしかかり。よいしょ、OK、ありがとう。この展開どこからやり直せるの?やり直せません。リセットボタンはないんです。恥ずかしい。ほんと下っ端じゃん。もう、ダサーい。あんたのスカルタンクストップ、ん?スカルタンクトップ着てる私が仕返ししてあげるよ。ツンデレか。なんだかんだ言って優しいやんね。さあ行くよ。さあ来い。不細工習った。一系カビゴン。さあ行くよ。ここは、Z パワーで。おお。びっくりした。毒にかかったんかと思ったっしょ。さあ行くよ。カビゴンは Z パワーを体にまとった。そして全力の Z 技。本気を出す攻撃。いけー!
チッと。プチッと。はい、オッケー。相手のラッター倒れた。以上でしょ。いい、勝った。なにこれ、きつー。やったね。敵討ちならず。人のスカルタンクトップきつくて気になって負けちゃったし。それは私は知らない。決めた。偉くなってスカルタンクトップたくさん買う。偉くなったらもっといいの着なさいよ。いやでも、ずっとあれかな。ずっとここにおるってことはそういうことになるんかな。お、すごい、ラプラス。ラプラスのぬいぐるみとか、エネコのぬいぐるみとかあるよ。ベッドの上には少し色あわせたポケモンのぬいぐるみが置いてある。子供部屋？技マシン36、ヘドロ爆弾を見つけた。ん？こっちにはぬいぐるみはないけど。なんか怪しげな雰囲気やね。他は、この辺なんかありそうやけどなんもないんか。お？こっちから来たんよね。あれ？下もしかしたらここ入れるんかな？こっちね、なんかシャンデリアが邪魔で通れんのよね。ほら、こっちとか。普通に入れそうじゃない？入れる入れる。お、なんかいっぱいおる。グズマさん、強すぎるハンデとしてゼットリングもらえなかったんだろ？え、マジで？そうなんや。あ、こっちは戦いか。悪いね。よそ者に食らわすのはポケモンの技フルコースだよ。ポケモンの技フルコース、フルコースはちょっとやめていただきたい。フランス料理とかがいいかな。なんかああいうのってさ、お皿にちょこちょこっと、なんか本当に申し訳程度にしか持ってないくせに超高いよね。いっけカビゴン。さあどう、そのゴーストにも浮遊とかいうのあるんかな。10万馬力。それさえなかったら効果抜群なんやけどね。うわ。あとケイシーも捕まえたいし。いけ、カビゴン。10万馬力。ああ、やっぱダメや。避けられる。ということはだ。さあ、ポケモンにか、ポケモンにじゃない。ポケモンを変えるしか。ここでウィンディーだ。いけい。いけ、ウィンディー。よし、それじゃあ、弾ける炎で。いけい。イェーイ。ウィンディは615経験値をもらった。スカルダの下っ端の勝負に勝利した。あんたのフルコース、当てつけ濃すぎるんだよ。マジで？まあ、確かに私味濃いの好きやけんね。いつもは甘いホットケーキとか甘い木の実ケーキ作ってんだよ。マジで超乙女やん。お、これは？違う違う。違う、あ、なんかこっち側に出てきたんやけど。どこあれ？グズマさんがよ、最強の虫ポケモン使いになれるよ、アローラにある虫セット、全部俺らが集めてんだよ。てかそんなにいっぱいあるん？ほらほら、荷物の向こう側に来たよ、私。ここはどこだろう？ん？なんか落ちとる。これ拾えそうじゃない？スカルダン今月の合言葉、エネココア。メモ、スカルダンたるもの、何でもノーと答えるのが透かしてる。透かしてんのか、そら。エネココア。アイナは万能ゴナを見つけた。なんて言った？万能ココアって言ったっけ？いや、違う違う違う。え、エネココアやった。何が万能ココアだ。エネココア。記憶力しっかり。この先には進めんやろ。ってことで戻るしかないんやね。向こう側も行けたらよかったんやけど、この辺とか入っていけんの？暖炉の中には薪ではなく炎ポケモンがいた跡がある。なるほど。あ、ポケモンを使って火を起こすんやね。え、炎タイプのポケモンがそこにずっといたということかな。あ、なんか思ったよりも広い。ん？外に出れるっぽいけど、とりあえず。来いよ。グズマさんを怒らせないため、あたいが U をストップする。
どうした？なぜ You とか言ったの？さあ行くよ。お、一匹だけ。OK。ひどい手を繰り出した。なんかみんなあれなん。持っとるポケモンって決まっとるもんなん。このエリアにはこれだけのポケモンしか出ませんよ、みたいな。10万馬力で行ってみよっか。おーし、オッケー。やばいよ、また屋敷が壊される。またってどういうこと？誰に？挑戦者に壊されてきたってこと？グズマさん、あれだけ強いのにキャプテンになれなかったんだ。あれだけって言われてもまあわからんけどさ。めっちゃ寝転んどんやけど。おーい。しかも全然反応がない。どういう状態？話せんねや、あの人。アイナ、元気の塊を見つけた。よいしょっきー。じゃあね。ん？一番奥も入れる。そして、あ、あったよ、メモ。スカルダン今月の合言葉、袋叩き。袋叩きとエネココア。袋叩きとエネココア。ん？ここ入ったっけ、私。入ったような気がする。うん、入ったね。あれってことはどこだ？エネココアと袋叩き。こっちの方には、あ、あっこから出てきたんや、私さっき。なるほどね。あ、そういえばなんかさ、外に出れそうな感じの場所あったことない？こっちに。ほらほらほら。お、なにここ。庭？アイナは氷の石を見つけた。氷タイプのポケモンにも石あったんやっけ。うわぁ、めっちゃ雷が。あいつ、ずっと俺を見てやがる。俺のかっこよさに気づいたか？いやいやいや、男同士だよね。男同士ですよね。怖いよー。うん、まあよくわからなかったんだけど。とりあえず2箇所、2箇所のヒントというか、まああれはわかったよ。エネコロロと、エネコロロ？エネココアと、え、ここ通れんの？ここは3箇所全部行ったんかな、私。うん、ここは来たけど、このパソコン、ね、このパソコンなんか立ち上げたまんまやけど、怪しくない？でも何もできんのか。マスカラやアイライナーなどのメイクの道具が並べられている。女の人の部屋ってことやね、やっぱり。こっちは？ここも通ったね。通ったというかまあ、あの言い合いを聞いたとこやね。で、ここは？こっちにも普通に来たよね。あ、これは？あった、メモ。違う、君じゃない。ほら、足元にメモあるよ。スカルダン今月の合言葉、愚足武者。愚足武者。よし。さあ、伝えに行こう。え、これは全部あれかな？手で文字を打たんといかん感じ？選択肢ではなくて。ん？ん？出てきてしまった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。